こんにちは、ゆめたチャンネルです。今日はね、僕の友達の小林くんが個展を開きます。場所はね、キュレーションアトリエライブハウス、これでね、検索したら出ると思います。9月30日月曜日から10月5日までね、土曜日まで、昼の12時から夜7時まで、土曜日は4時までって書いてます。これもね、写真載しときます。で、小林くんとあともう一人女の人の名前書いてますね。ゆか、山根ゆかさんっていう人もね、一緒に個展出ます。え、というか1階と2階分かれてるよね。小林くんが1階で、山根ゆかさんが2階、ね、場所はちょっと違うんですね。障害者生活介護事業所アトリエライブハウスは、障害者の方の作品をね、なんかそう個展してるんですね。障害者の人の作品の個展、そういうところなんですかね。なんかね、場所的になんかちょっと、なんていうのかな、ちょっと普通の場所じゃないって言ってたね。普通の場所じゃないっていうか、どこなんだろう。まあ、地下室さいからね、大阪市中央区、千日前1丁目、2番地6。ここなんですね。これ地下鉄堺筋線なのかな。日本橋地下鉄、日本橋あるね。そこから降りてちょっと裏の筋、字が小さいからね、僕見えないんで。まあこういうの小林くん今度個展頑張りますんで、よかったら見に行ってください。でね、書道教室の方のね、先生からも、お知らせあります。これはね、産経新聞社の主催で、東日本大震災復興支援活動ということで、全国初市場展、この市場っていうのは新聞に載りますよということでしょうね。皆さんの一筆が善意の復興支援、一人10円募金につながります。まあ、参加は無料なんでね。これもね、動画の方に載しときます。こういうのありますよということで、僕もね、今日書きました。最後の方でね、名前の一文字、幸せっていう漢字をね、僕は書きました。で、あと柳井君っているんですけどね、男の人で、でその方は左足でこう、これは手やけど、左足で親指と人差し指でね、筆を握ってこう書くんですね。
まあ、初めて見た時すごいなと思ってね、絵とかも描くからね、いやまたね、色使いがね鮮やかで、もう柳井くん独特な絵でね、うん、柳井くんもそういう個展とかやってるんかな、なんか活動してるみたいですね、柳井くん。まあ柳井くんのそういう個展とかなんか展示する機会が分かったらまた YouTube の方でアップしたいと思います。夢田聞いてんの、夢田重たいって聞いてんの、ほら聞いてる。そういうことで今から小林くんの動画から流していきたいと思います。どうぞ。